こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ、住所は送るものに書いておいた方がいいのでしょうかと、悠々メルカリの発送法についての質問です。初心者必見、ローソンや郵便局での発送の仕方の手順を大公開しますというテーマについてお伝えします。それでは早速いってみましょう。はい、この動画ですね、 LINE アットから質問ありまして、ぜひね紹介させていただきます。はい、まずですね、商品をローソンに持って行っていただきまして、ロッピーにね、まあ、スマホ像に書かれている、出てますね。ID、パスワードを入力します。そうしますと、まあ、ロッピーからね、配送先の住所が出てきますので、それをね、まあ、袋とか段ボールに貼り付けていただければいいかと思います。はい。で、次にですね、郵便局の場合はですね、端末ですね。端末に書いてあります。それか、受付でバーコードをスキャンしてください。そうしますと、配送先のね、書かれた住所のね、紙がダウンロードしてきますので、それをね、配送商品のにね、貼り付けていただければ大丈夫です。はい。ですので、配送先の住所と一切書かなくても大丈夫なので、ぜひね、安心していただければいいかと思います。はい。はい、LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと、30分無料コンサル、10万円稼げる、マル秘マニュアルプレゼント日経のスタンプをお願いします。あとですね、グッドボタンですね、お待ちします。はい。本日は、最後見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。